はい、どうもルルシュでございます。本日はお菓子レポしていきたいと思います。先日ね、自分で前髪をねこう伐採してしまったので、ちょっと切り直しにね美容室に行ったんですけども、なぜかパツンにされました。はい、なのでね、もう誰ですか状態かと思うんですが、新生ルルシュですね。はい、まさかねこの年になってパツンにするとは思わなかったんですけども、まあね、まあ伸びるのでちょっと我慢したいと思います。はい、では今日紹介するお菓子はこちら、じゃーん、こちらです。はい、こちらモンスターストライクウェハースのバトル11です。イエーイ、もう11ですね。今までね結構買ってきてるんですけども、ちょっとびっくりですね。でパッケージはこの2種類です。はい、1個目はソロモンがねメインにいるのと、もう1個はね小野こましさんがおります。でね、ちょっと私このパッケージでびっくりしたのが、わかります？皆さんも多分ちょっと、え、君みたいな感じに なりません？ちょっと一瞬ここにね、マットハッターさんがおるんですよ。まあ無事にね、めでたく重心化したと思うんですけど、マットハッターさんよかったね、表紙やったね。今回は5つ買ってきましたので早速開封したいと思います。私毎回ウェハースーンだけはいいからね、今回もどうだろうね。ではね、まず1個目、では1枚目、ストライクショット。おっと、こちらイケメン、イケメンが来たぞ。サイカ・マゴイチさんでございますね。こちら戦国のやつだっけ？戦国の確かシリーズのやつですよね。私この方持ってない。てか引いてないね、このシリーズ。イケメン。イケメンだね。ひたすらイケメン。これは、この方は、サイカ・マゴイチさんは、メタルレアカード。なのでレアリティ的には真ん中のレアリティですね。この上がねストライクレアカードなんですけども、まずイケメンゲット、よっしゃ。ではね2個目いきたいと思います。ではストライク、おっと、ピントあったか。わたつみさん、ちょっと待って、表紙にいる子、え、この子は絶対レアでしょ。ここにおります、わたつみさん。私ね、ずっとこの乗っかってる乗り物ね、なんだろうって思ってたんで、これアノマロカリスだよね。アノマロカリスさんなんだよね、これね。最初びっくりしちゃったんだよね。アノマロカリスに乗ってると思って。はい。この方は、レアカード。メタル。ストライクレアがメタル&ホロ仕様。ホロの感じ伝わるかな？うん、ちょっとね、やっぱ違う。では、3つ目参ります。では、ストライクショット。おっと、誰だ、これ。あ、祝勇さんだっけ？これ三国志のやつだよね。多分三国志のシリーズの祝勇さんでございます。はい。私はこの方も持っておりません。新シリーズ引けよって話ですよね。毎回。では4枚目参るんですが、私がね、ちなみに今回のシリーズでやってるのは、やはりソロモンでございます。はい、ソロモンが出たら、バンバンザイ。バンバンザイザイでございます。ではストライク、いかがでしょうか。おのおの小町さん、おのおの小町さんが迷いました。やはり私ウェハースーンすごくないですか。やはり、え、だって今回表紙にいる子が2体来てくれましたね。おのおの小町さんと渡辺さん、ちょっと今の段階でレアが2体。ものすごいいい引きでございますよ。あ、いいね、いいね。いや、いいね。女の子町やっぱ好きだわ。かわゆい。では、最後、5つ目いきたいと思います。ストライク、ショット。お？タージマハルさん。ごめんなさい、近すぎるだ。タージマハルさんでございます。かわいいんだよな、この子。タージマハルさんは、あ、これもメタルレアカードですね。はい、メタルレアカードでございます。私今回ノーマル1枚しか出てないな。え、すごいいい引きしてんだけど。はい、ということで5枚引いていったんですけども、なんとね、表紙に行くが2体、小野の小町さんと渡辺さん来てくれました。今回も素晴らしい引きをしてますね、私ウェハース。何なんでしょうかね、この引き。でこれが祝勇さんですね。祝勇さんとイケメンね、はい、孫子さん。で、かわいいタージマハルさん。
てくれました。こんな感じの結果になっております。はい、ぜひ皆さんも見つけたら買ってみてはいかがでしょうか。こちらね、自撮りするときにこうやってやると小顔に見えるんですよ。すごくないですか、すごい小顔。はい、ということでね、今日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいでございます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録もお待ちしております。ではまたね、バイバイ。